今日と明日は川越祭り。パーソナリティののらりくらりは果たして何を語るのでしょう。ちょっとディープな川越観光案内、始まるよ。それおはようございます。10月19日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番のお天気な番組、うん、ちょっとディープな川越観光案内の時間がやってまいりました。この番組は FM88.7 メガヘルツ、川越市脇田町のラジオ川越より、パーソナリティが噛みながらお送りしております。お相手をいたしますのは小江戸川越のらりくらりと、アシスタントの辻坊真由子と辻原真由美です。はい、そして、大事なことを、はい、この番組は早く帰ることより無事に帰ることがずっと大事の埼玉スマートドライバー様の提供でお送りいたします。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。そして今週もゲストをお招きしております。はい、今週のゲスト、早く叩くことより正確に叩くことがずっと大事、川越が生んだパンジャンドラム、はい、川越ドラムクラブでドラム教室やってますドラマーの柴野和樹です。よろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いいたします。さあ、はい、今週まともではない回、まともではない回、もう先週まともだった回、はい、先週は、まあ、番組的にもどちらが普段かによりますから、ね、前回がイレギュラーだったのではという説も、はい、先週の収録の後にね、気づいたんだけど楽曲流すの忘れたねっていう。そう、辻坊ね、下野さんの参加されてるというか下野さんのユニットの CD 持ってるし、今持ってきてるんですけれども、はい、今日曲かけないんですかって野呂倉さんに聞いちゃいましたもんね。かけないですか。うわー、かけないっていうことはこれ次回以降宿題ができる、はい、宿題ができるっていうことは、また次回、こちらに引きずり込むことができるということで、お越しいただける、何かイベントとかの機会があったらお声かけください、うん、そうですね、はい、告知も兼ねてね、告知も兼ねてで、はい、告知はするのは私なんで、告知はさせずにね。なそうそう、どんな番組やね。はい、ということなんですけどもね、はい、今日は本当に川越祭り当日、はい、当日でございますよ。お祭りはあまり語らないつもりだったの、散々語ってきたんで、はい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 、うん、ただ今日の当日に実にふさわしいお便りが来ておりますので、はい、辻坊久々のお便りなんで心を込めてご紹介お願いします。お便りありがとうございます。タイムリーなお便りをご紹介いたします。しかもね、はい、レディモからの投稿で送っていただきました。ありがとうございます。ラジオネームナソリボーイさん、おはようございます。10月19日土曜日の10時から11時の予定で、我が町のナソリの出汁がラジオ川越かっこ小江戸 FM の前を栄光いたします。イケメンのナソリを見に来てください。はい、ありがとうございます。さて、ナソリはどこの町内でしょうか。わかんない、わかんない、辻坊全然わかんない、ゲストの下田さん、いや、わかんないです、わかんない、はい、初めて聞いたもん、ナソリって、うん、南通り町、南通り町、今のところ、川越の川越祭り会館で紹介してる出汁29本のうち、うんうん、いっちゃんヤングですね。お、あ、新しいんですね、ニューフェイスでございます、うん、だからまあ、何年かごとに出てくるたんびにアップグレードされてます。白木でまず落成して彫りが入ったり塗りが入ったりっていうのが、少しずつアップグレードされてる出汁でございます。すごい、じゃあナソリボーイさんも弾いてるかもしれないよ。多分お弾きになってるんじゃないですか、うんうん、でこれね、ナソリって何って話なんですよね、はい、お酒のおつまみだとナトリになっちゃう。そうですね、はい、そうですね、うん、それは違います。よく相撲のね、あれでこう、なんていうの、うん、ナトリっていう、こう反転きた人がやってますけども、はい、全く違いまして、はい、雅楽という日本の雅楽、うん、独自の音楽の曲の一つで、なんか神楽という曲であり小曲である、言いながら何が何だかさっぱりわかりません、はい、でその構成がちょっとね、はい、これはちょっと皆さんなんとなくわかるんじゃないかな、破ると書いて破、破および9、
の2部からなる。ハト9、うん、なんとなく AT フィールドを張りたくなるようなそうですね、ジョーダーハダ Q って言いますね、ね、はい、そうですよね、サービスサービスみたいなね、そうですね、はいはいはい、うん、で怒られるよ、うん、怒られちゃうで、その昔はなんか勝負舞というのがありまして、なんか作法舞っていうのがあるんですって。作法舞ってのは左にある米ではなく左にある舞うですね左の方で舞う、はい、その作法舞が羅両方とともに舞われたということなんですが、はい、すいません何度も言いますがさっぱりわかりません、うん、頑張って調べた、まあね、はい、調べたのはここまでですので、はい、まあ、あの勉強不足は否めませんけど、いやいや、ただ、非常に美しい出汁に仕上がりつつありますので、ぜひ、はい、ラジオ川越の下通るのが10時から11時、うん、ということなんで皆さん ね10時から11時にこれ別にアイドルじゃないからナソリーって手振らなくてもいいと思うんですけどもナソリーって声かけるのもまだすごいですけど ね面白いかもしれない、あと親衛隊ならナソリーちゃーんとかね、ちゃんちゃんでいいのかそれこそなんかもう押し出しですね、押し出しになるというので、情報いただいたナソリボーイさん本当にありがとうございました。ありがとうございます。おそらく会所は、川越八幡宮の東側になります、はい、東側ですね、いわゆる拝殿の真ん前の空いてるところになると思いますので、はい、ぜひそういったところも見てあげてくださいということで、はい、まあ、川越祭のお題散々しましたんで、したことになってるのか、これでね、した今日した、はい、今回はねゲストさんがなんとスティックでボーリング調査をする、はい、うん、はいって言ったで、あとバスドラムをローラーにして、はい、ね、ん、うん、なんか2人呆れてるね、はい、ということで、いろいろなお話をしたいんですが、どんなお話から持ってきましょうか。はい、ね、先週ちょこっとね語らせてもらったんですけど、私実は大学時代の専攻が土木系でございましてですね、はい、最近その台風だなんだでね、水害とかで改めてね、その土木構造物、下水だったり橋だったり道路が冠水したりって話題にちょっとこと書きませんでしたから、うん、これも今年、最近というか今年の夏ですね、はい、なんでそういった話をね、ちょっと私なんか結構昔の撮った記念塚で微妙に気になってしまうので、そんな話、はい、川越の土木に関する話だったりっていう話をちょっとね、うん、今日はさせてもらうマニアックな会にさせてもらえればと思っております。昔撮った記念塚とね、はい、辻坊の行ってる事務所がね、いつも行ってる笹塚ですからね。え、どういうことです？うん、で塚がぶってるだけか、うん、そうそう塚キネ塚、笹塚 ね、 そうですね、南大塚とかね、そうです、はい、塚つながりでございますので、はい、うん、じゃあどんなとこから行きましょうか。そうですね、私、まあ、その実はねこの話持ってくる、ね、番組でさせてもらうときに最初に思ってたのは、はい、一番原宿町にあるですね、はい、鉄道と16号254の交差点にすごい立体交差があって、はい、うんうん、話がすごいしたくて持ってきたんですよね、はいはい、わかりますか、原宿三丁目北とかいう交差点なのかな、はいはい、254号が上がってきて、はい、16号とガチンとぶつかって、しかもその下を電車が2本通ってんですよね、はい、すごい山に、いや、そこ辻坊いつも通ってるぞ、通ってる、うん、新河岸から来るときにほら、うん、線路がまっすぐなのに周りの風景が、はい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 、そうですそうです、そう、一瞬谷に落ちるじゃないですか、はいはい、そう、身も蓋もない言い方し、うとう坂のところ、そうですね、うとう坂ですね、はい、そう、まさに結局その川越が海だったところがバーっと、うん、ね、陸に上がる瞬間を地面を食い進みながら鉄道が通って、はい、でその上を線路が道路が通ってるんですよね、はい、でかい交差点がありまして、あれなかなか楽しいなって通るたびに思ってたんですよね、はい、ね、面白いんですよ、下が何でしたっけ、川越線がビューンと曲がって、はい、道路の下と線路の下をくぐり、はい、だからまず真ん中にあるのが東上線で、はい、さらにその上に道路が走ってるんですよ、はい、だからね、すごい30立体みたいな、ね、そういう感じですね、そうそうそう、はい、なんか謎の形してますよ、はい、ね、できた順番からいくと、宇都坂から川越市内に向かう川越街道、道路です、ね、これが江戸時代、はい、道路、で大正時代に東武東上線、はい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 、で昭和15年に、JR 今の、ね、国鉄川越線ができて、はい、確か昭和40年代の初期に今のでっかい国道ができた。40年代までじゃなかったんですね、なかったあの道路、うん、へ、なんなら東上線道路まで、うん、あそこちょっとした山でした。そうなんですよね、はい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 、山だったっていう、ね、うん、東上線がちょうど、うん、ほら
例えば辻坊が池袋方面からさ、はい、川越来るじゃないですか、来る時にあ、周り低い、はい、見る人がなんとかのようだと思いながら優越感をこう覚えながら来ると、ある日突然バーン壁ができるでしょ。そうですね、そのバーン壁ができたのが山だ。山だって山を削ったから、はい、そう、線路は平たく作りたい、はい、ということは、山を削って平たくしてへこんでるとこは土手を組みたい、これ立派な土木工事です。そうなんですよ、だってその山をグイーンと電車で登らせると大変なので、うんうん、山を切るっていう大げさなことをするのが土木の世界のやり方なんですね、はい、それの一番極端なやつが山陽新幹線ですから、そうですね、ほぼトンネル、まっすぐ作りたいっていうので、はい、ほぼトンネル、まっすぐですよね。だから上福岡ら辺から東上線がまっすぐ走っててすごい真っ直線なんですけど、うん、あれがね最後その山を突っ切った感じがあるのがあの立体構造。しかもね、そう、やっぱりその私が面白いのはその川越線が下をくぐるところなんですよね、うん、最後にできてるからね。そうそうそう、へ、うん、その線路の下をちょっと手でできないけど、うん、こうですよね。そうそう、下をくぐっていく、くぐってひねってもう一回トンネルに入る。でまた同じ道をに戻ってくるみたいな。そうです、そうです。そうそうそう、結局最後は川越駅に収束するんですけど、うん、はいはいはい、こうじゃないですよね。こうくぐって、そうそうそう、くぐってゆく、うん、そう、なんかひらがなののだかしだかよくわからない、うん、全然言葉で伝えるの限界があるんですけど、うん、あのね、そうそうそう、交差点がすごい楽しいな、うん、まあ詳しくは行きゃいいんですよ。そうです、行ってみてもらってください。言葉で説明して行った気になられるとうちの番組の立場ないんで、うん、みんな見においで、うん、そう、現地で見るのが一番です。現地で見るのが一番ですね、はい、うん、よかったら案内しますよ、はい、そうですね、商売、はい、そうですね、うん、でも、はい、あそこ本当昔山で、それを削ってるから実は道路も不自然な形で途切れてる。変でこりんですよね、うん、あそこね、ウエッサ川越、はい、ウエッサ川越の、ところ裏の道って貸し街道って呼ばれてる道があるんですよ、はい、うん、あのずっと行く と、それこそ、なんだっけな、脇田新町かな、うん、脇田新町の方から、はい、通って小ヶ谷っていわゆる、それこそ西明寺さん西籠の方に抜ける街道があるんですよ、うんうん、はいはいはい、でその街道をずっとたどっていくと東上線で詰まるんです。詰まる、はいはいはい、うんうんうん、でその反対側を見ると富士見町の千葉浅間神社にの前の道につながるんです。千葉浅間神社の前につながる道ですか、はい、うん、つながってもおかしくないという道なんですね。へ、はい、だからね、ここの道路が分断されてるんですよ、はあ、で線路でですよね、うん、線路でね、線路で分断されてそれをどうするかなんかもすごくね面白い見方で、そうそう、あの、ね、切りっぱなしの道も結構ありますよ。そうですよね、旧鎌倉街道とかね。どこですかそれ。旧鎌倉街道っていうのが今の中院の、はい、うん、中院の前から南側に向かっていた道なんですけども、はい、南側に向かうある一定の途中まで、千葉四丁目から富士見町の一部までは、はい、もうなんていうの、区画整理されちゃって面影なしなんです、うん、はいはい、でその先、それこそさっきの浅間神社の前から今のバイパス、はい、254号線を渡ってウィーンと下がる道があるんです。ありますね、ありますね、うん、はい、で下がって下がりまくって川越線で本来はどん詰まっちゃうんですよ、うん、はいはいはい、うん、ところが昔の地図見るとそのまんま旧川越街道に合流した。という鎌倉街道があります。そうだったんですね、はい、あれってでこれだと不便じゃねっていうことで、うん、江戸時代に松平の誰かさんが今の川越街道を整備、うん、はい、で、車社会になって、今の新岸町を通る川越街道は狭いんじゃねっていうんで今の254号線ができて、それでもいっぱいいっぱいだから川越富士見道路ができてっていう。そうですね、うん、どん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 ちっちゃいのからでっかくなって。そうそうそう、じゃあ昔やったのはそのじゃ浅間神社とかじゃねあと富士見町ですね、はい、の間から入って川越線にガチンとぶつかる、坂を下ってガチンとぶつかっちゃうみたいなとこにあった道って。ね、で坂も急すぎるし物資を運ぶのも大変だから、うんうん、おそらく川越街道として宇東坂を開いたんだ。あっちは、ね、山だったとね、当時はなんか本当に山だったと、おそらく山だったはずなんですよ。対策して道にしたんでしょうね、うん、メイン街道はそのだから今はなき
そのえなんだ、あの浅間神社とか、はい、あの辺の脇から通ってる道だった、はい、そういうものだったらしいんですよ、ね、うちのなんか娘が通ってた保育園が、うん、なんか遊びに行くときに、うん、あの砲弾を立教砲道橋を通ってたらしいんです。その歩道橋があったら辺だと思うんですよね、うんうん、多分ね、はい、トンデンとかあの辺ですよね。そうそうそう、うん、まあどうでもいいことですけど、あそこのトンデンね、はい、昔ウッドペッカーでした。そうなんですか、ね、本当どうでもいい、はい、まあ、ネタなんですけども、まあ、そうそうそう、あとお話ししたいのはなんだっけ、下水だっけ。下水の最近とかこの夏はとにかくね、水がすごくねひどく台風で大変でしたからね、うんうん、いろんなとでも市内もだからこの何の時8月から9月か1回警報が出ちゃいました、はい、から、うん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 、あれ全国に飛んでるからいろんな応募の人に、うん、まあ大丈夫か、川越がなんか大変だって言ってたけど、うん、まあ、私が住んでるとこは大丈夫だったんですけど、市内によっては大変でしたって申しましてですね、はい、ああいう水をやっぱりねちゃんときれいに排水するのもね土木の計画でございます。そうそうそう、ちょうどだから私が住んでるところはでもやっぱり内水ですかね、その川が剥がれちゃうんじゃ溢れちゃうんじゃなくて、うん、降った雨が道路とかからさばききれなくてですね、うん、氾濫しちゃうの、まあ、冠水ですね、ああいうの内水氾濫っていう、内側の水で内水氾濫っていうんですけど、うん、内水はあんまり氾濫しないエリアに住んでるので、うん、すぐどんだけ降ってもちゃんとさばけるからちゃんとしてるなーなんて、あの雨水雨水をちゃんとねさばけてるなーなんて思って、うん、水道局がやる仕事してるなってそんな視点で見てるわけでございます。でもやっぱ川が近いとね、川越は歴史的にねやっぱその周りがぐるっと川で囲まれてますから、うん、なかなか大変でねっていうのを見て、川越ってね私住み出したのが7年ぐらいなんですけど、はい、結構印象に残る水害とかってこれまで終わりだったりするのかな、うん、なんて19年だね、2019年ですか、2019年確かね、はい、自衛隊の災害救助も出たはずなんだけど、そんなでしたっけ、うん、はい、小堤っていうあたりで、はいはいはい、小畔川っていう川がね、うん、ちょっとやんちゃをしまして、やんちゃをする、うん、はい、その辺全部ね水浸しにしちゃったんですよね。いやーそうやね、あるんですよね、うん、でちなみに何回かね辻坊は、うん、聞いたかもしれないけど、あの辺にうちの墓所があるんですよ。墓所、あ、お墓ですか、うん、まあ、いずれ私が入るとこなんだけど、まあ、いやいやいや、でその近くにニュースにもらった老人ホーム、はい、あの使っちゃったんですか。そう、孤立しちゃったっ、あ、うん、はいはいはい、いうのがあって、あの時はすごかった、うんうん、どんくらい積もったって言っちゃいけないな、水が来たかっていうと、はい、お墓確かにうちにの墓所がある場所っていうのは、まあ、田んぼの中なんですね、はい、で田んぼの中でだいたい高さ 1.5 メートルぐらいのこう土手みたいに作って、はいはい、うんうん、そこがいわゆる墓所の区画になるわけですよ、はい、で、その上から、墓石を置くわけですよね、はい、墓石大体1段2段ぐらいやって、うん、こう縦にドーンくるでしょ、はいはいはい、その1段2段目まで水の跡残ったんです。いやちっちゃい2メートル2メートルぐらいは来てたってことですね。そうそうそう、うんうんうん、だからね私それ掃除しに行った時に、はい、もう最初雑巾じゃ絶対ダメだと思ってデッキブラシ持ってったんだけど、うん、はいはい、なかなか歯が立たなくて、でいやこれ、まあ、自分の先祖の千葉県からもお墓移してきたんだけど、はい、いやこのご先祖様たちもね土葬なり火葬なりされた後にまた水葬されると思ってなかったろうなと思ってねでも、まあ、そんなそんな、うん、でもそっか、そんなですよね、うん、そのじゃあもう完全にだから骨壺がある区画とかが一回水の底になってる、うん、もう、うん、いやーすごいですよ、ね、すごいよね、うん、びっくりした、俺だったら溺れちゃうよ、溺れちゃいますね、うん、いたら危ないですよ、ね、うん、そうそうそう、そうなんでやっぱ川のやっぱ災害ってすごい大変です、うん、川越はやっぱ、まあ、川越っていうぐらいしかやっぱり、ね、水にぐるっと囲まれている町なので、うん、そうそうそう、やっぱりね、そういうところ水害対策のためにこれもね土木も絡んでくるんですけども、水害ってほら、溢れると木が流れたり家が壊れたりして流れるでしょ、はい、これが流れて橋に引っかかるとどうなるか、さあどうだ筋も、どうなるか、うん、引っかかると橋が壊れちゃうかもしれない、うん、そう壊れる、要は引っかかるってことでビーバーがダム作るような感じになっちゃうんですよ、はい、どん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 、うん、そこそこで詰まっちゃう、水圧が来る橋が生地丈夫に作ってあるんで最近の橋ね、はい、橋流れないで、はい、今度は水を横にやるんですよ、うん、そう今度堤防が耐えられなくなるっていうのがあって、はい、だから河川敷っていうのは今無駄に広いじゃないですか、はい、で川幅日本一ってあって川なんてひょろっと流れてるところにダーンってあるからね、はいはいはい、こうなすなんてね、はいはい、うん、要は水が逃げる場所を作るために集落を移動したってところなの川越、うん、
中学を移動した、うん、住んでる場所をね、うん、今だと古谷上っていう地名になってますけど、はいはい、阿久津集落っていうのがあって、うん、今公民館だけ残して全集落を移動してます。そんなのがあるんですね、はい、田んぼは現役です。だから農作業なんかでいらっしゃる方とかゴルフ場もあるんで人はいるんですけども、うん、決して心霊スポットではない。なるほど、うん、よくね消えた集落とか言ってね消えた集落あの動画上げてる人いるけど、はいはいはい、消えたんじゃなくてあそこ消した集落ですから計画的にね、うん、そら、はいはい、そう、そういう下準備っていうのは土木にも大事だし、はい、うん、なるほど、うん、土木なんか都市計画と呼ばれる部分になりますよね。そう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 、ね、はいはい、都市計画の薬局の前にある自動販売機かな、あそれは違いますね、家族計画か、そうそう、それは全然違うやつですね、はい、違います、計画しか分かんなくていいのよ、そうです、はいはい、最近下ネタに走ってんだよ、やばいやばい、もう計画しかってないんですから、はいはい、でどうですか、あとなんか面白いのネタあります？まあ、川の話は、ね、だからそんな感じでやっぱ、はい、あのちゃんとねあの皆さん暮らしていると直結するんでなんとなく、ね、興味持って見ていただきたいなと思うと、また単純に、まあ、川以外でもだから、まあ、土木ねやっぱ構造物でかいものがありますからそれ見るだけでも面白いものでございましてですね、はい、川越だと最近みんなが大体知ってるのはあれですね、あの北環状線っていう、ねはい、道路が立体交差、はい、今成のところで、はいはいはい、今成立橋っていうでっかい200メートルぐらいの立橋を作って、はい、さっき言いましたあの川越線と東上線の2本の線路をまとめてぐーっと500メートルぐらいの橋で、はい、の立体交差しちゃうっていうのを作ったんで、うん、へだから川島川の川越の北の方から来る道路と南に抜けていく道路が今までは何て言ったらいいんでしょう、はい、あのちなみに16号、うん、まあ、250号か254号1本だったのを、うん、それをバイパス路ができたんですごい新しい、ね、橋ができてて、スペイン亭っていうパエリア屋さんがちょっと日陰になっちゃったんですけど、うん、はい、大工事をしてあれはすごい私が来た頃に整備してて、うん、数年前に開通したんですよね、うん、ただその後にね、はい、あの40年前にできた道路がすごいボトルネックになってますけどね、うん、あのそこの道路ですよね、北環状線ってあの川島の方から来て、うん、254からヒュイッと避けるんですよ、はい、で4車線で片側2車線で、うん、ぶわっていって、うんうん、先ほどの今成日記を渡り終わった途端に2車線になるっていうイベントが待ってるんですよ。あの水上公園の前ですね。そうそうそう、水上公園と郵便局の前の道、うん、常に渋滞してます。 それからもうロジャースまでが渋滞しちゃうでしょうよ、うん、そうなんです。で横道行こうかと思うと旧街道、さっきの貸し街道も並走してるんですが、うん、抜けられない一通で、あもう乗り物ニュースの記事になってましたね。川越のここは最後ここをなんとかしなくて、うん、北環状線はこんな話ばっかり大好きで、北環状線の整備は終わったんだがそのロジャースまでの何百メートルが、うん、で郵便局のトラックも苦しいみたいな大騒ぎになって、なるほど、サイミおじさんとかね、そうそう、できた頃は西バイパスって呼ばれてさ、あそこまでですか、うん、そうなんだ、いや随分広い道路を作ったねって話だったのそうなんですね、うん、だから、普通の市街地の道路に慣れて、うん、車教習所ちょうどあの沿線にある某川越自動車学校ってところだったんですけど、はいはいはい、もう言っちゃってますけど、はい、そこでやったんだけど、あの左折するときって左に寄せるでしょ車、はい、そうですね、すげえ寄せて、こんなに寄せていいんですかっていうくらい寄せなきゃいけない、はいはいはい、まあ、市街地の中心部のね普通の道路よりは全然広いですよね、うん、片側1車線とはいえ、うん、でも2車線分確保できてないから、その南から来ても北から来ても4車線が絶対2車線になって急遽に詰まってて、うん、そうそう、片側 1.5 車線ぐらいな、本当ですね、あれもうちょっと頑張ってほしいですよね、無理やりあれライン入れて分けてもいいんだろうけど、はい、そうなると神奈みたいになるからね、神奈とか井の頭街道っていう、そうそうそう、吉祥寺に行くときに私がよく車で、ね、ライブ行くときに通ってた道はね、はい、キツキツの4車線でもうトラックがいた日にも怖い横を抜けていって、うん、全ての車とサイドバイサイドで戦うから、ね、もうすごいすごい、まあ、道にもしたくないですけど、うん、見るとも道路ぴっちり建物が建ってて、うん、だから計画があるとだんだん建物が引っ込んでってたりするんですよね、それがなかなかね見てるとでっかめのコンクリっぽいビルとかも結構際に立ってるから、うん、なかなかこれ多分だからね、すでにだから野良さんからさんが昔できた時に覚えてらっしゃるぐらいの計画だから、うん、計画を上回るペースでやっぱりあの道路の交通量が、うん、
が増えていると難しいもんなんですよね。で面白いのは道路って広くなればなるほど車が来るからね。そうらしいですね。そうなんですって。アメリカのどんだけ広くしたら渋滞ってなくなるんだろうって思うじゃないですか、はい、広げれば広げるほどみんな車に乗るようになるから、うん、いくつに広げてもなるで、アメリカなんか本当片側5車線の6車線の道路作ってもやっぱり混むらしいんですよ。っていうのはね、本当広げればさすがご存知というか。そうなんですって。すごい。シーズン中に限りますけど、関越自動車道なんて片側3車線なわけですよ、はい、練馬から前橋まで、うん、確か混んでるよ。3車線でも混んじゃう、うん、混んでる。なんならね、あの譲り車線とかいろいろあって実質4車線とかっていうところもあるんだけど、はい、混んでるよ。とかくだ道路ってのは分かんない、難しいです。みんな車でね、空いてるなら車使っちゃおうっていうのとうまくせめぎ合って、やっぱりじゃあ公共電車で行くかとかがあるようなんでございます、ね、鉄道の場合だとね、複々線にしてもその分電車がいっぱい入ってくることないからね。そうですね、電車はまあそうですね、はい、電車の方がまだ計画しやすいですね。計画しやすいんだよ。そう長さも限られちゃってるからさ、ね、はい、決まってますからね、うん、そうなんですね。そうなんですよ。ところでさ、この計画ってすごい大事だけど、はい、下野さん、はい、なんかアーティストとして計画ないの？私のアーティスト計画ですが、私としてのアーティスト計画はですね、あの実はあのライブ計画がございます。今月のですね、もう来週ですね、来週に迫りましたけども、はい、10月23日にですね、東京六本木のですね、クラップスっていうお店でですね、荒井香織ビッグバンドというトロンボーンのね、私の同期のプロミュージシャンの、うん、リーダーのね、ビッグバンド17人編成の大規模なね、贅沢なライブをね、あのやりますので、こちらはねすごくね、私あの楽しみにしているライブがありますね。ちょっと遠いですけども、ぜひね足を運んで聴いていただけたらなというふうに思っておりますので、ライブ計画でございます。いいですね。素敵。これ絶対辻坊行くと思うよ。辻坊、はい、今ね、うん、見たんですけど第4水曜日なんですよね、うん、辻坊じゃあいいじゃない。自分のこの間も自分の都合で一周伸ばしてるよね。何時からですか？夜っすね。夜7時とかだったかな、たぶん。ギリ間に合うかな、どうかな、はい、うん、だからいいじゃん、相方に任せちゃえば後半は。ちょっとね、辻坊第2、第4水曜日生放送やってまして、もちろんですよ。いや、それは全然ご無理ないよ、うん、だから機会があると後半はもう相方に任せて、ちょっと4時間って。その理由としてこの間私丸投げされたから、あなたに丸投げするっていいんじゃない。そうですね。そんなことない。江戸の敵を長崎で打つみたいな。ね、面白いと思う。私の敵をね。うん、さて、いやいや、じゃあね、今日はもう一回言いますよ。今日川越祭りです。そうです。そうなんです。はい、今日明日川越祭りですね。この後すぐなんか面白いですね。うん、まあ、いろんな町内の雑誌とかあると思いますし、まあ、私も市内はちょっとふらふら歩いてるかなと思うんで、見つけていただいて、ビールをおごっていただければ、はい、30分、ご案内しますんで。楽しい。割高でしょ。楽しい、安いよ、ビールいっぱいですよ、ね。おそらくね、この番組でも皆さんご存知の、カレーのお姉さんも、どこかで何かやってると思いますので、はい、ぜひ皆さんね、カレーのお坊さん、坊様、はい、やってると思いますんで、ぜひね、某銀徳さん、はい、だと思うんですよ。だと思う。いいよね、金属さんでね。今のところそうだと思う、うん、そこでやってください。言っちゃったんで。はい、カレー食べに行こう、ね。いろいろな川越祭りを楽しまれるといいかなと思っております。私また郊外の出汁を探してね、遊んでますんで、うん、多分ね、荒宿町がね、新しい出汁出すはずなんですよ。へー、どうなんですかね、四川の新車をね、持ちましたから ね、そう、所有しましたから、はい、じゃあ、大事なこと、はい、この番組は早く帰ることより無事に帰ることがずっと大事の埼玉スマートドライバー様の提供でお送りいたしました。はい、じゃあ下野さん締め。1、2、1、2、3、4。それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。それ